家族みんな揃ってく花見。みんな焼き飯たがってうまいごちそうを重箱にたがって戦後寒河江市の小学6年が書いた詩である「日本の子どもの詩」シリーズの山形編に収められた一編だ一家団らんの光景が思い浮かぶが実はそう単純な内容ではない。 僕も行ってみたいな。でも作者にとっては叶わぬ願望なのだ。というのはおいしいごちそうを持参して花見を楽しめるのは不自由のない旦那衆。自分の家では手が届かないことだった。昨日の昼下がり桜が咲き乱れる花城公園山形市を歩いた。雨が上がり 日の光が花弁を透かしている。子どもの手を引いた家族連れがそぞろ歩きに興じ、写真愛好家が東大手門や土塁の上でベストショットを狙う東側の線路を団体観光列車がゆっくり通り過ぎる王子の少年が見たら羨むに違いない乱漫の強度である。 だが公園をめぐりつつ頭を離れぬ思いもあるロシアの隣国には今も春の趣を味わうなど夢のまた夢の人々がいると彼の地で平和が再び花咲き離れ離れの家族が穏やかな日常を取り戻すのはいつのことか。